阿蘇市一宮町にある坂梨地区。ここ坂梨地区では2018年4月より滝室坂トンネル西新設工事が進んでいます。全長およそ 4.8km の滝室坂トンネル、阿蘇側からは清水建設や東急建設、森工業などが手を組み、工事全体の約半分、およそ 2.7 キロを担当しています。今現在ですね、トンネルの方は避難口が約1000メーター、本口の方で約400メーター掘り進んでおりますが、この辺の地質はですね、阿蘇の過去の大噴火によって、できたその火砕流堆積物というですね、そういう地層で構成されておりまして、非常にまあ複雑で、まあ、ところによっては地下水の多く含むような地質もあるということで、トンネル掘削中には突発湧水とかそういったものも想定されております。調査の結果ですね、この辺は水大量湧水の懸念があります。ということでですね、安全性を突然第一にですね、考えて作業の方を行っております。また生産性の向上についてもですね、ICT、IoT を利用しまして協力に取り組んでおります。国の方はですね、成長戦略を打ち出しておりまして、まあ、その中で、新たな科学イノベーションを進めていこうと、これが国の成長エンジンになるということで、いろいろな方策を打っているところです。トンネル現場というのは非常に重篤災害に直結することが多くてですね、掘削面、すなわち切り破という面がこう崩れまして、それによって、重篤災害になる。もう一つはですね、狭い空間の中で大きな重機を効率よく動かすんですが、その時に、接触災害ということで重篤災害になるということで、この重篤災害をゼロにするということを目指しております。まあ、そういった新たな安全システムの中で生産性をより高めていく、同時にですね、生産性を高めるテクノロジーを今導入して進めているところです。昨年に引き続き滝室坂トンネルでは、国土交通省の推進する建設現場の生産性を飛躍的に向上させる革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト、通称プリズムに取り組んでいます。今回はですね、国土交通省主導のプリズムというものを取り入れております。こちら何かと言いますと、生産性の向上と施工の安全をテーマとして3つの技術、これを取り入れております。まず1つ目が、品質出来型を遠隔で検査できるシステム、通称遠隔立ち会いシステムです。トンネルの掘削で日々地質が変化したりですね、さまざまな条件の中で、非常に安全性を損なう可能性があります。そのためにですね、通常は、トンネルの掘削している、地山をですね、その都度職員が判断を確認をして、その状態をですね、発注者に報告するということで、お互い協議しながら適切な補強を行うというのが一般的です。ただ今回のプリズムの取り組みとしては、その日常的な繰り返しのですね、判断技術を遠隔で検査することによって、施工者と発注者の情報を共有しながら適切な対応を行うというものでございます。そしてですね、プリズムの取り組みに関してなのですが、今年で2年目になってまいります。昨年度の遠隔立会では、トンネルの壁面ですね、横の壁のところに吹き付けたコンクリートの厚み、こちらの方の検査を主眼として、ですね、遠隔立会の方を実施しておりました。今年度については、トンネルの一番近傍にですね、カメラを設置し、リアルタイムの映像をですね、発注者に流すと同時に音声で、現場の状態をですね、把握していく、こういう形で遠隔立体を、地山判定として、活用しています。どっかが崩れたりですね、どっかが水が多かったり、そういう動きまでもですね、実はライブ映像で把握できるということで、今回提供しています。そして2つ目が、サイクルタイム画像 AI 判定システムです。トンネル工事というものは、基本的にですね、様々な工事の繰り返し作業になります。
今まででは、たくさんの工程を行う中で、次の工程に移ったタイミングを次の作業者に伝えるというものが明確に行われておらず、これぐらいでいけるだろうという感覚で行っていたものを AI 判定、画像から今どのような機械が入っているからあとどれぐらいで終わるのではなかろうかというものを判定させています。トンネルの中に固定されているカメラです。帝国の映像をですね、基づいてその映像と実際に作業サイクルに紐付いたですね、大型重機を AI 判定をすることによって自動的にサイクルのタイムスケジュールを計算する、演算するということに一つの手段になります。まあ、その時間帯がきちっと分かることによって、例えば次の施工にですね、大型機械をまた投入するだとか、作業方法を変更するだとか、いろんな判断基準になる。これにより時間の短縮を図り、作業効率の向上を図っております。そして最後に、車載型スキャナーシステムです。掘っている断面を車載式 3D スキャナーで測定。3分以内に3次元点群データを作成できるシステムです。そうですね、昨年はですね、トンネルの出来栄えを確認する手段といたしまして、一度キリハの方でデジタルカメラで写真を撮って、その写真のデータを弊社の本社の方に一度送り、専門の技術者がそれを解析して、3D のデータを作り上げて確認していただくという形を取っていたんですけれども、今年度はですね、実際、車載型の車にですね、スキャナーを搭載いたしまして、こちらをトンネルの掘削したすぐのところですねにギリギリまで持って行って、それを、スキャニングすることによって人の手をかけることなく自動で、点群データとして、どんな出来栄えになっているのかなっていうのをすぐに確認できるように、技術が進歩しております。昨年に引き続きこのような様々な技術を導入することで、より安全に早くトンネル工事を進めることができます。でこのトンネルもですね、開通後は地域の皆様に、通っていただけるように、早期にかつですね、しっかり、高品質なトンネルを、構築していきたいと思っておりますので、開通の暁にはそういうことで、地域の皆様にちょっとでも便利になってもらえたらなと思っております。